伊い忠だは、江戸時代前期から、中期の不代大,大名。江戸幕府大老。大海彦根藩の、第四代藩主及び第七代藩主。直お直なとも名乗る。伊い忠だ縄の長男。母は、桜井氏。性質は、八塚隆重の娘と縁組するが、今期までに死去。側室は、平石氏,氏、田山氏、玉部氏、大橋氏。子に直通、自家。 ひさし、なおのり、じきおもんみ、なおさだ、むすめ、むすめ、ぼう、むすめ、むすめ、むすめら。ようめいはきちじゅうろう。かには、せいよにいじょうさちゅうしょう、かもやたま。めいれきにねんさんげつむいかうまれ。ちち、じかなわは、おじのいなおしげが、まんじがんれんに、そふなおたかにはいちゃくされるまえにしきょしており、おじのいなおすみがせいしとなり、そふのしごかとくをついだ。 直高が遺言で直縄の子である時き郷に後を継がせるように言い残していたため、漢文12年11月27日に直住の養子になり、遠方4年の直住の死去により、家督を継いだ。彦根での知性は、遠方6年に困窮と拝借金の支給を訴えた、藩主76人を追放、翌7年に家中発動を定め、家臣に対して厳しく統制を行った。 また、下屋敷に楽楽園、少々八景や海八景を模した、元旧園を建造し、領内の琵琶湖に面した松原港、町村港を改築するなど土木事業に熱心であった。藩士への救済、引き締めも図り、上京2年には一転して、藩士に対する有資制度を開始、元禄4年には、加納の木又守町に命じて、藩士の家計や由緒を集めて、 自中遺書小編さ元禄六六年に藩士に対して上前を命じた。元六十年一月十一日には追放した藩士七十六人に帰参を命じたり、元六十二年に彦根藩で基金が発生した時は助け前支援をしている。遠方八年、ため缶詰となり、徳川綱吉が第五大将軍に任じられた朝廷への返礼の使者を務めた。遠方九年、 越後騒動で海域となった松平光長を江戸屋敷に預かる。元禄元年11月には日光東将軍の改修総武行に任命され、翌2年7月から3年7月にかけて仙台藩主、伊達津村と協力して大規模な修復を果たして功を挙げたため、元禄8年11月28日に江戸城御用部屋入りを命ぜられ老中待遇となり、 元六十年六月十三日には、退労となった。しかし、三年後の元六十三年三月二日に、病を理由に辞任して、国に帰り、翌十四年三月五日に、次男の直通に家督を譲って隠居した。同年十二月になおじと名を改めた。直通が宝永七年七月に二十二歳で、創生したため、三男の直期必に後を継がせたが、直家必も、 同年10月に間もなく創生した。このため、次の男子が成長するまで、提発して佐都市を沖縄と合していたのを原則して、直盛と改め、藩主に再立した。さらに翌年の聖徳元年2月13日に、大老に再任し、神井も正四位上中将まで進んでいる。これは、当時、徳川家信が、第六代将軍に就任して間もない時期で、 爆心筆頭の立場である伊家が政権に加わることで安定化を図る目的があったことが理由の一つと考えられる。聖徳2年10月14日に家信が死去。翌3年3月26日に家信の,の息子、家継群が元服すると、えぼし親を務めた。聖徳4年2月15日に後南の直井が元服すると2月23日に退労を辞任。直井に家督を譲って隠居し、 なおじかに戻した後、翌5年12月に出家して、全王と改めた。また、抜死の直貞にも一万国を分治し、彦根神殿藩を創設した。教法2年4月20日、彦根にて62歳で死去した。意外は、歴代藩主とは別に永元寺に葬られた。戒名は、長寿院里氏を知生。四男の名おには、同族の塔と海掛川藩主。 いいただし朝さの養子氏となり、法営3年に、越後よいた藩に違法された。また、家臣と娘との間に生まれた外孫のいい職も、よいた藩主になっている。日付イコール旧歴参考資料イコール、留栄部人、小玉光太監修、新田藩三編、内閣文庫造諸高年表東京堂出版、ケズ産業現在、ケイア古のうち、建物部分を楽々園。 庭園部分を減給園と称している。昭和26年、国名価値に指定。ただし、すぐに起算できたものは23人で、残りの53人は病気、すでに死去、行方不明になっていた。辞任の理由は、元禄10年2月に計画されていた日光社さんの財源確保のために大量に登用されながら、実現できなかったためとしている。 また、遠方8年から勤めていた、将軍、綱吉の三景戦同役が、元禄11年7月14日から途絶えているが、任務を達成できないため病気になった、ともされている。新聞集大御派の寺。日本三大別在天の一つとされる、別在天座像を安置。楼門の扉を額縁に見立てたように真正面に、彦根城を望める。ありがとうございます。